田原市図書館は愛知県田原市の公共図書館。厚見郡田原町は2003年に厚見郡赤羽町を編入して、市政施行し2005年には厚見郡厚見町を編入している。合併前の自治体はそれぞれ図書館を設置しており、合併により田原市の設置する図書館となった。田原市図書館は旧田原町域にある中央図書館、旧赤羽町域にある 赤羽図書館、旧厚見町域にある厚見図書館の三館からなり、移動図書館社2台を保有している。田原市図書館の休館日は月曜日である。2003年度までは国民の休日も閉館としていたが、2004年度からは国民の休日も開館している。2006年8月3日からは中央図書館に限り、試験的に木曜日の開館時間を午後8時までとした。 この試験的な開館時間の延長は2016年時点も継続している赤羽図書館は他の2館よりも開館時間が短い。貸出カードの作成可能者は田原市在住者、田原市内在学在勤者に限定しておらず、身分確認ができれば市外在住者でも貸出利用が可能である。2011年に発生した東日本大震災の被災者限定ながら、 身分証がない場合でも、自己申告で、貸し出し利用が可能である。中央図書館ではほぼすべての閲覧席に持ち込み、パソコン用の電源コンセントを設置している。無線 LAN を導入しており、持ち込みパソコンでのインターネット利用も可能である。開館時間休館日、新図書館の増書用に、 1998年度から2001年度までの4年間に1億5660万3042円を、投じて6万4547冊の図書と2863点の視聴各資料を購入した。開館年を中心とする3年間の図書、購入費用は3億6800万2956円である。 開館した2002年度から2004年度までの3年間の図書購入費用は2億1139万9914円である。2002年度には中央図書館と移動図書館社用の購入費が多く、2003年度と2004年度は赤羽図書館用の購入費が多かった。2017年度の増書点数は49万8851点であり、 図書が444,742点、雑誌が34,337点、視聴覚資料が19772点である。同年度の購読タイトル数は、雑誌が413点、新聞が25点である。同年度の予算は、当初予算が1億3,826万2000円で、ある。量よりも、質を重視した選書を行っており、 特に郷土資料、外国語資料、自動書が充実している。農業が盛んな田原市には農業に従事する中国人労働者が多いため、中国語の図書が人気だという。一般図書以外には、録音図書、展示図書、大活字本などが豊富に揃っている。雑誌の種類が多いのも特徴であり、2003年度には日本全国の同規模自治体の中で、塩尻市立図書館に次ぐ、 第二位だった。2002年8月2日に開館してから1年間の入館者数は約43万人、貸出点数は約50万点であり、住民一人当たりの貸出点数は愛知県の自治体中最多だった。2003年9月3日時点では17,649人が登録しており、うち13,021人は田原地区447人は、 赤羽地区925人は、厚見町2953人は、豊橋市在住者だった。2005年6月18日時点の登録者数は17,027人が、田原市1510人が、厚見町6,429人が、豊橋市在住者であり、隣接自治体の住民にも親しまれている。特に女性の利用者が多いという。 2002年度の1日平均貸出点数は1601点だったが、2003年度には前年比19.7%増、2004年度には前年比7.5%増、2005年度には前年比8.7%増と数字を伸ばした。2003年度の住民1人当たりの年間貸出し数は14.9冊、2004年度は14.6冊、 2005年度は17.6冊だった。2004年度の愛知県平均は6.4冊であり、田原市図書館は愛知県の54自治体中最高だった。2010年度の住民1人当たりの年間貸し出し者数は14.4冊であり、愛知県下第2位、全国の人口同規模自治体中第2位だった。2003年には愛知県図書館の横断検索システムに加入した。 ために他館への総合対策が急増。国立国会図書館の総合を目録ネットワークにも参加した。隣接する豊橋市や静岡県西部の住民も田原市図書館を利用しており、2003年度の利用者の1、3は田原市外在住者だった。2004年度の貸し出し冊数は64万点を超え、土日祝日には1日の貸し出し冊数が3000点を、 超える日も珍しくなくなった。相互貸借の冊数も増加し、他官への貸し出し数が下流家数を上回った。2005年には文献のリクエスト件数が大幅に増加。東海地区図書館協議会に加盟したことで、大学との相互協力の利便性が高まった。2003年度までの貸し出し期間は最大1週間、貸し出し冊数は最大2点だったが、2004年度には、 貸出し期間を最大2週間、貸出冊数を最大4点に変更し、また、市長各資料の貸出規則を4.3週間に変更。国民の休日も開館としたことで、年間の開館日が増加した。2014年11月から12月には、改装による休館を控えた厚み図書館で、貸出点数制限を撤廃する試みを行った。 2016年5月から6月には全館で同様の試みを行ったリサイクルブックオフィス2017年度末時点の職員数は正職員が10人、職宅員が21人、臨時職員が5人である高水準の図書館サービスを提供するため職員は正規、非常勤を問わず全員が市所資格保有者である全職員が 業務内容別の担当を受け持っている。地域活性化を目的として、2009年からは予約数の多い書籍などに関して、田原市内の書店での購入を積極的に進めている。日本図書館協会によると図書館が書店での図書の購入を圧旋するのは異例の取り組みだという。2010年に就任した豊田館長は館長、文館代表。 担当責任者による経営会議を毎週開催することで諸問題の解決に取り組んでいる。2011年には自治体ではなく図書館員自らが田原市図書館の目標を作成し様々な手法を用いて自律的なチーム形成に取り組んでいる。2012年度からはガラス張りの館長室を用いて毎月1回の頻度で市民団体企画などを語り合うサロンを開催している。 2012年4月12日には、市民団体、田原市図書館サポーターズ、大きな株が活動を開始。図書館からの除籍本や、受け入れを行わなかった寄贈本などは、大きな株などが運営する、リサイクルブックオフィス内に集められる。これらの書籍は一冊50円で販売され、NPO 法人が収益で書籍を購入して、田原市図書館に寄贈している。 三河田原駅交流広場にある図書返却ポスト2013年10月に豊橋鉄道厚見線三河田原駅の新駅舎が完成すると11月には田原市の玄関口である三河田原駅交流広場に図書の返却ポストが設置された2013年11月16日17日には町本田原町1本思いというイベントを開催し 参加者が一箱分の古書を持ち寄る、古本市、東三河地方発となるブクブク交換、本好きが集まるトークイベントなどを行った。図書館員の私的な交流を発端として、隣接する豊橋市の大清水学び交流館との連携の動きも見られる。講演会、トークイベント、編集児童、高齢者に対する取り組み、編集一階の開花所加小学校への移動図書館社、 巡回、お話、会、子供ブックスフェスタ、読書感想画コンクールなど、子供を対象にした活動を積極的に行っている。2004年8月には、ブックスタート制度を開始し、市内在住入児の4ヶ月時検診の際に絵本、などをプレゼントしている。同年11月1日には、田原市子供読書推進計画を制定した。2004年度の小学生一人当たり、 貸し出し冊数は31.4冊であり、全国平均の2倍近い数字を記録した。これらの取り組みが評価されて、2007年4月には文部科学大臣表彰を受けた、図書館内のコンペで考案された元気配達便は、田原市議会で承認され、2011年度から市内の巡回を開始した。元気配達便は、 高齢者や障害者のための図書資料の配達サービスや団体貸し出しサービスであり、田原市内の高齢者福祉施設を対象としている。2016年には、元気配達便が厚生労働省の老人保健健康増進、当事業内の認知症の私と輝く大賞を受賞した。SNS を用いた取り組み、編集田原市図書館は、 ソーシャルネットワーキングサービスを積極的に用いて市民との交流を行っている。開館11周年記念日の2013年8月2日には公式ツイッターアカウントを開設し、開設からわずか2ヶ月半で年度目標近くに達した情報発信よりも受信を重視しており、緩いツイートが好評を博している。相互フォローを行っているほか できる限りの範囲で返信を行っている。田原市役所や地元新聞社から得た情報など、図書館以外のイベントや出来事を紹介することも多い。2015年4月1日には、エープリルフールであることを断った上で、図書館に屋外プールと露天風呂を設置することを発表した。2016年のエイプリルフールには、キャベツ図書館への解明と、豊田館長の辞任、田原市のゆるキャラ、 キャベゾー新館長の就任が発表されている。2015年には男性館員による男らしさオブザイヤーの投票を SNS 上で受け付け、2016年3月には田原市図書館 twitter アカウントがキャベゾーとしり取りで対決した。敷地を共有する田原文化会館田原市中央図書館は田原市中心部の複合施設内にあり、田原文化会館 田原市総合体育館、田原市情報センターと敷地を共有している。この複合施設の東側には潮川が流れており、愛知県道28号を挟んで北側にはイオン田原がある。このように良好な立地条件のために、他施設を利用するついでに、図書館を利用する市民が多く見られる。 豊橋鉄道厚見線三河田原駅から徒歩約15分の場所にあり、田原市ぐるりんバスによって、田原市内の主要施設と結ばれている。1階の一般開花と2階の開花書庫に20万点、BM 書庫に2万点、3階の閉花書庫に13万点の、計35万点の収蔵能力を持つ。設計は、和設計事務所、思考は、戸田建設と八木工務店。 既存の田原文化会館、田原市総合体育館に接する形で図書館を建設し、共有部分を円形の吹き抜け天井でつないでいる。図書館はこの複合施設の核となる存在であり、図書館建設の際には既存施設も大改修を行っている。エントランス空間である円形アトリウムから見ると、南側に図書館が、北西側に文化会館が、 北東側に総合体育館がある。図書館が入居する複合施設はアトリウムという歩道を中心としており、文化会館、体育館に自由にアクセスすることができる。この複合施設は情報センターの機能も有し、住民活動に使用できるフリースペースがある。既存施設南側にある東西200メートル南北45メートルの細長い空間が図書館の建設用地となった。 図書館は3階建てであり、1階が一般開花、2階が開花書庫や会議室、3階が閉花書庫などである。1階の一般開花は、東西125メートル南北33メートルであり、横に長い吹き抜け通路が設けられている。建物の南面に壁を設けて、直射日光を避けつつ、6つの中庭と3つのテラスを設けて自然光を取り入れている。 開課棚は間仕切りを少なくし、回遊性を持たせている。計400席以上の読書席が配置され、その形態は近くの資料の性質に応じて様々である。植樹の近くにソファベンチを置き、書家は低くして圧迫感を減らすなどしている。田原町文化会館図書室、編集1911年7月14日には、田原町中部人城高等小学校に、 田原町通俗図書館が設置されている。その後、同年8月に野田村立通俗図書館が、1916年9月には神戸村立通俗図書館がそれぞれ設置された。1983年11月3日には、延べ床面積160平方メートルの田原町文化会館図書室が開館した。1986年の第三次田原町総合計画では、 図書館の建設が構想され、1991年の田原中央地区市街地再開発基本設計には1300平方メートルという具体的な延べ床面積が盛り込まれた。1996年の第四次田原町総合計画では、増書10万冊以上の図書館整備の促進が謳われ、図書館建設構想委員会が設置された。1998年には、 田原町図書館の建設基本計画が策定された。名張市立図書館、天童市立図書館、袖ヶ浦市立中央図書館、調布市立図書館などの実績を持つ和設計事務所をプロポーザル方式で選定し、運営方針を設計に反映させた。計画当初から基本方針に住民参加を掲げ、設計、試行段階で住民や設計、 思考業者との間で10回以上の意見交換会、情報広場を行った。この意見交換会に参加した住民の多くは、田原町図書館開館後にも図書館フレンズ田原や NPO 田、原広場の一員として図書館に関わっている。2000年11月には22億8900万円の予算で図書館の建設が開始された。 2001年7月31日には、田原文化会館の改修工事に伴って、文化会館図書館が閉館した。田原町図書館、田原市図書館、編集2002年3月15日に新図書館が、竣工し、8月2日に、田原町図書館が開館した。開館時点では、図書9万冊、雑誌460種類、新聞24紙を備えていた。 開館初日は夏休み中ということもあって、子供が多く来館し、8月2日の入館者数は3082人、貸出点数は3663点を数えた。秋島市民図書館、日野市立図書館で図書館員を経験した森下義則が初代館長に就任し、開館時には職員の半数以上が20代前半という若い図書館だった。2003年には、 田原町と赤羽町が合併して田原市となり8月20日には田原市中央図書館に改所。2006年8月3日からは試験的に木曜日の開館時間を午後8時までとしている12月には東三河地方発また愛知県で3巻目となる自動貸し出し機を導入この自動貸し出し機は利用者に好評であり 開始から3ヶ月の間に1日平均50人が利用した。2008年7月には無線 LAN サービスを開始し、9月13日には英語多読コーナーを設置。無線 LAN サービスは三河地方の図書館で初の試みであり、英語多読コーナーは蒲氷市立図書館に次いで東三河地方2番目である。様々な取り組みが評価された結果、 図書館を新設する予定のある岡崎市や日清市から視察を受けている。2010年には森下が退任し、公募によって豊田隆弘が第二大館長に就任。豊田は静岡市立みゆき町図書館の全館長であり、みゆき町図書館は2007年にライブラリオブザイヤーの会場賞、優秀賞を受賞している。 2010年7月には、三重県の鳥羽市立図書館と共同で、鳥羽イラゴコー廃止問題特集展示を行った。2011年には館内に、子供室、科学の部屋を開け室。2012年には、iPad の貸し出しサービスを開始し、館内に、泉名月記念不思議図書館コーナーを設置した。2015年3月には、視覚や聴覚に障害を持つ利用者向けの、 虹色サービスを開始し、拡大読書機、音声再生機、対面同読サービスなどを行っている。田原市赤羽文化会館基礎情報、編集旧赤羽町域にある。田原市赤羽図書館は、赤羽文化会館の2階に併設され、一般室と子供室に分かれている。赤羽文化会館は、鉄筋コンクリート造り2階建てであり、 図書館部分の延べ床面積は341平方メートルである。田原市、コミュニティバスが施設前に停車し、豊か鉄バスでは、いらご市線の赤羽市民センター前が最寄り停留所である。歴史、編集1992年11月3日、赤羽町文化会館の会館に合わせて、赤羽町図書館が開館。合併前の赤羽町には、町の規模に見合った施設、 資料費、職員数で、図書館が整備されていたが、合併時点の一人当たり年間貸し出し指数は2.2冊と、愛知県最小規模であった。2003年8月20日には、赤羽町が田原町に編入され、田原市赤羽図書館に改称した。これに伴い、移動図書館、泉号が赤羽地区の3小学校に運行を開始している。9月30日には、 システム統合のため休館し、コンピュータシステムの統合、書誌データの置換やバーコード調布などを行った後、12月2日に再開館した。2012年11月3日には開館20周年を迎えた。田原市厚見文化開館基礎情報、編集級厚見町の中心部、福井地区南部の丘陵地にある。田原市厚見図書館は、鉄筋コンクリート造り3階建ての、 厚み文化会館に内包されており、図書館部分の延べ床面積は1693平方メートルである。1階左手には自動閲覧室、中央にはカウンター、奥には一般閲覧室があり、カウンターの左側には AV コーナーがある。2階には杉浦民兵寄贈図書室、学習室があり、カフカ全集、漱石全集など約8000冊が閲覧できる。 田原市、コミュニティバスの厚み支所前からすぐであり、豊か鉄バスでは、伊良湖本線の福江バス停を下車して、徒歩10分の場所にある、定期的に図書館代よりを発行し、入児へのブックスタート、児童へのお話会の開催などを行っている。ボランティア養成講座や文学講座などの講座、苔玉作り、教室や手作り教室などの教室、子供ついたち支所や、 図書館祭りなどのイベントを行い、家族の似顔絵展や、読書感想画展などの企画展示を行っている。歴史、編集1914年12月には、泉村の泉神社高等小学校内に、泉通俗図書館が、1918年には、福井町の福江神社高等小学校内に、福井町立通俗図書館が、1920年には、伊良小三崎村に、 平子三崎村立通俗図書館が設置され、山町村の通俗図書館が出揃った。山町村は1955年4月に合併して厚見町となり、同年5月には厚見町立図書館が開館している。1981年には厚見町中央公民館に図書室が設置され、約5000冊の蔵書を有した。1987年にはトラックを改造した。 移動図書館、ヤシの未号の運行が開始された。1993年には、福江村出身の小説家である、杉浦民平から図書1万7千冊の寄贈を受け、2階に寄贈図書室が設けられた。1994年6月9日には、厚見町文化会館内に、厚見町立図書館が開館。開館時の蔵書数は5万9176冊であり、 開館初年度の入館者数は24,123人だった。28,365人だった1998年をピークに入館者数は減少傾向にあったが、2003年に開館時間が延長されると再び増加に転じた。1998年4月には移動図書館の運行を終了したものの、2003年12月には、 出張図書館として再開された。合併前の厚見町には、町の規模に見合った施設、資料費、職員数で図書館が整備されており、年間資料費は約800万円、1人当たり、貸し出し冊数は約4冊だった。2人の正規職員がいたが、日常業務はほとんど臨時職員が担当していた。厚見町時代の所在地は、 厚見郡厚見町をあざ古伝寺岡の古史六の四。2005年10月1日には厚見町が田原市に編入され、田原市厚見図書館と改称した。これに伴い、移動図書館、ヤシのみ号が厚見地区の八小学校への運行を開始している。10月1日からは、システム統合のために休館し、コンピュータシステムの統合、書誌データの置換や、 バーコード調布などを行った後、12月1日に再開館した。2014年6月9日には開館20周年を迎えた。2014年12月16日から2015年1月5日まで改装のために閉館し、1月6日にリニューアルオープンした。1階には飲食可能場所が設置され、2階の学習コーナーには個人用事切りが設けられたほか、 ティーンズコーナーが設けられた。ヤシの未号愛知県図書館が、移動図書館社、泉号を廃止した1999年度末には、田原町がこの車両を無償で譲り受けた。2000年9月には、図書館サービスの継続と新図書館の広報宣伝を、兼ねて、移動図書館、泉号が運行を開始した。移動図書館社は、町内の小学校を巡回場所とした他に、 田原町リサイクルプラザにもステーションを設置している。絵本、図鑑、児童文学など、約3000冊を積み込み、田原市内の全小学校を月2回ずつ巡回している。田原市と厚見町の合併前には、岡崎市立図書館から移動図書館者を譲り受け、移動図書館は2大体制となった。2500冊を積載できる、ヤシの未本は厚見図書館に配属され、 2005年10月に運行を開始している。2008年8月には埼玉県立熊谷図書館から移動図書館社を譲り受け、運行開始から約20年が経過して、老朽化していた泉号を置き換えた。2008年度には2台の移動図書館を合わせて約7600点の図書が貸し出された。2010年4月には、 日本宝くじ協会の助成金1250万円を当てて老朽化していたヤシノミホを新車両に置き換えた。ヤシノミホはマイクロバスを改造しており、泉号よりも多い3000冊を積むことができる。泉号は中央図書館に配属されて田原地区、赤羽地区を巡回し、ヤシノミホは厚見図書館に配属されて厚見地区を巡回している。 2015年からは、移動図書館社の巡回頻度を減らし、学校に図書を配送する物流システムの試験運用を開始した。これによって調べ学習などに用いる図書資料の配送が容易になり、学校支書の負担が緩和されている。ありがとうございます。